活躍しすぎる遠藤、伝説のスルーを振り返る。イングランド1部リバプールの日本代表ミッドフィルダー遠藤航は現地時間2月25日に行われたリーグカップ決勝のチェルシー戦に先発フル出場。延長も含めた120分間を走り抜き、1対0の勝利に貢献した。サッカーにリバプールの補強ターゲットとなっていたエクアドル代表ミッドフィルダーモイセス・カイセドのマッチアップにも干渉で、現地メディアもそのパフォーマンスを称賛している。遠藤は 4-3-3 のアンカーとしてフル出場。試合後には松葉杖をついて歩く姿が目撃されており負傷が心配されるが、120分間をハイパフォーマンスで戦い抜き、勝利の立役者の一人となった。そんな中、今や絶対的存在となった遠藤の浦和レッズ時代の伝説のスルーがここに来て話題を呼んでいる。その動画がこちらだ。これには、SNS 上でも遠藤にもこんな時代があったのか、やばい、完全にスルーしてる、わざとぐらい綺麗なスルーやな、しっかり失点しとる、湘南時代にもありそう、など多くの声が上がっている。今季がラストイヤーとなるユルゲン・クロップ監督から絶大な信頼を寄せられる遠藤。プレミアリーグ、FA カップ、UEFA ヨーロッパリーグと合わせた4冠の可能性を残すチームに必要不可欠な存在となった男も苦い経験があったようだ。埼玉ダービーでやらかすあたり、この時から心臓強いな遠藤。出した方もええってなって動き出してるし、遠藤も唖然としてる。シュートうまいな、にしてもこのスルーは忘れないわ。今後も活躍するたびにこの動画出されそう。遠藤は何かが飛び抜けてるとかではないかもしれないが、本当に戦える男だわ。カイセドとの戦いにも収縮が打てたな。大工と遠藤のハイタッチがマジで泣ける。香川、南野、そして遠藤、クロップチルドレンが躍動してて日本人として本当に嬉しい。もう漫画なんだよな。この男が日本代表のキャプテンって嬉しすぎるんだが。ていうかリバプールでスタメンはすごすぎるでー。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。